もうこの足跡、奴ら民に何をした？この染め、蒙古のものなのか。民が枷をはめられておる。舌を噛みちぎったのか。血だまりだ。何に耐えておった。どうした？何があった？来るな。窓から開いてくる。やめろ。取り乱すな。俺が助けてやる。まるで心を失ったかのようだ。誰の仕業だ。口を開かないで。何も聞きたくない。声が聞こえる。これは神床、蒙古の儀式だろうか。侍、大鷹様が呼んでる。サラーマルガンジャラオルガンジャラバガナンジャラあの郷で仲間を鼓舞しておる。苦しみおって正体を突き止めねばな。集落の者に何をした。大鷹様の呼び声を聞いた。大鷹、己の長官。あのお方は一族を率いて対馬に来る。息の全てをその手に収めた後で。こやつら、あの息から。父、ジェン、手を貸さんか。お前は死ぬのが衆生のためだ。Thank you.
急いで駆けつけたけど、これひどいね。病のようだが、果たして治るのかどうか。何があったの？わからん。見慣れぬ猛虎兵だった。こやつらの長は大鷹、対馬を攻めるつもりだ。心を蝕む病だろ。もし島中に広がったら。そうはさせん。大鷹を探すの。猛虎兵によると息におるとか。海賊と罪人の島だ。侍は憎まれてる。そうだ。かつて父上が治めようとしたが、あの地で会えなくも、その後残党は引き上げ、そして今何者かに乗っ取られた。俺が正さねば。酒井家は息で憎まれておる。酒井家の鎧を着るならば家紋を隠さねばな。船が待ってる。私が先にあの人に会ったんだよ。いつでも立てますぜ。酒井様、よろしいんですかい？息はお侍を嫌っとりますよ。北西の岸へ向かえ。酒井砦？あれは父が建てたもの。息で何かあれば、民はあそこに逃げるはず。では、大急ぎでお連れいたしましょう。例の猛虎が来てから、海が荒れっぱなし。息では大風が吹いとるでしょうね。無理もないな。大鷹どもの企みのせいだろう。渡辺様がお怒りなのかも。ですが必ずお送りしますよ。来い風。風、馬は無事だろうか。Dang, that was crazy. All right, so it looks like we are at Icky Island.And by looks of this place, it's something else. ついたのか。抜け荷の隠し場所のようだ。
入り口はどこだ。よし、うまくいった。All right, so welcome to Icky Island. And I can see here we have a map of the island. There's some new techniques and things we can learn that are specific to the island here. Lots of stuff to explore, I'm sure. And I can see there's two quests here already. But we'll get to that in the next episode when we'll start to explore the island and see what's around here.